どうも、のっちゅん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画はヤマニンゼファー性能解説、こちらやっていきます。で、まずはこちら固有演出見てほしいんですけども、このロケット加速、ロケットマジですごいよな、これすごいウマ娘なんですけども、動画やっていきましょう。はい、でまずはじめになんですが、今回ヤマニンゼファー、軽く1行で言うと短距離マイルで戦える性能は持っているウマ娘ということが言えます。で、あとは今回ヤマニンゼファーの固有スキルについては、皆さんね、結構なかなか難しいなっていう評価だと思っているんで、そちらについてもぜひともコメントください。で、あとは高評価ね、いつもありがとうございます。この動画にもね、高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。はい、でまずヤマニンゼファー適正、まず A は芝、マイル、中距離、先行、これが A となっております。で、今回ですね、ヤマニンゼファーは、事前の予想通りね、ダートも高めのものを持っていて、ダート D です。なのでこちらのウマ娘ダート D はね、もう因子積むだけで初期 A から始めるので、実質ダート A 持っているというような感じでも押さえても OK です。なんでダートもいけるというところもね、評価点で、ダートでも強いコースとかあったりするんで、そこも後からね、コースの解説というところでも見られます。はい、であとはですね、短距離 B なんですけども、固有スキルの使用的にこの馬娘は特にマイルと短距離で、強く戦うことができる馬娘です。中距離は固有スキル的にね、少し向いてはないという感じではあります。適性はあるんですけども、育成では中距離レース出れます。はい、で成長率、スピード10、根性10、賢さ10となっています。はい、でこの成長率なんですけども、スピード、賢さ、成長率はまずいいですよね。特にグランドライブでは、スピード成長率はね、あるとは越したことはないということで、あとは根性成長率に関しては、私はあっていい成長率だと思ってます。で、ここの解説なんですけども、マイル以下の馬娘っていうのは特にスタミナ成長率以外であれば結構ね、どんな成長率でもね、やれる性能ではあると思います。で、特にグラライ環境であってほしいのはスピードやパワー、ここら辺があると、いい成長率持ってるなというふうに私は思うという感じです。で、逆にスタミナがいらないというところがね、マイル以下ではあって、スタミナ成長率の娘は、そのね、マイルではスタミナ、500とか550とかでよかったりするんで、成長率無駄になってしまうというところはあるかなと思います。はい、で次スキルいきましょう。スキルこのようになっております。まず上から見ていくと、伏兵、これは三角です。一応条件おさらいしていくと、4番人気以下での発動します。はい、で次コーナー回復ですね。こちらのスキルは結構評価は合っていいと思ってます。で、マイルで特に以前のチャンピオンズミーティングで、ソムリエも加速として一つ積んでいくよっていうのがありました。で、それがですね、ちょっとアラームになりました、すいません。それがですね、ソムリエも、その加速の一つとしてね、有効率が何十パーかあるから入れていくっていうところ、そこでコーナー加速、白でもいいので、その予備の加速プラスの加速として積んでいくために、コーナー加速は有効です。で、その有効点なんですけども、秒数長いのでね、その分有効になりやすいというところ、3秒なので、ここのね、評価になってます。はい、で、あとはマイルコーナーですね。マイルコーナーは普通にマイルのレースはやっぱりコーナースキル、今回のチャンピオンズミーティングも重要だったんですけども、接続の可能性もあったり、あとは普通に3秒速で優秀な速度スキルなので、このマイルコーナーが絶対取れるというところ、非常に評価高いです。で、あと実際の育成面というところで言うと、マイルコーナー取るために、サポートカード持っていればね、待機シャトルを入れるっていうのがありました。で、待機シャトル入れる意味って何かというと、特に一番でかいのが、そのイベントでマイルコーナーもらえるというところ、そこで待機シャトル入れる意義があったので、そこのところでマイルコーナー絶対取れるんだったら待機シャトルじゃないスピードサポカーでもいいよねってなるところは大きいです。ちなみに待機シャトルは他にはマイル直線と、あとは他のね、マイルのギアシフトとかそういうのも取れるんですけども、あとはスキルポイントがね、ボーナスあるんで、そこを取れるっていうのがあったりするんですけども、待機シャトルそれで入れないとダメってなってたところが、マイルコーナーはあるなら結構その意義がね、一つ、なくなるので、そこが大きいということです。はい、で、あとは金スキル、ギアチェンジ、こちら20丸です。中盤速度 2.4 秒で、先行の場合アンストッパブルと同じ条件効果です。
なので、まあ、アンストッパブル、ギアチェンジとかね、あとスピードスターとかでどれ取ろうって迷った時は、自分だったら、まあ、スピードスターが 1.8 秒なんで、まあ、スピードスター接続の可能性はあるんですけども、それに変えてギアチェンジの方を優先して取っていくという感じです。ギアチェンジ、アンストッパブルが優秀という意味です。はい、であとは金スキル、風雲の志、こちらが新しいスキルです。でここ軽く言うと、このスキル条件が厳しすぎるというのがあります。まあ、このスキルがですね、まあ、出るときは出るんですけども、出るときは例えば逃げがいなくて先行に追いつきやすくて、っていうところで距離が近ければ出るとかね、あとはモブマム生とかやったりすると出るんですけども、まあ、実際のチャンビでは逃げがね強いのがいた場合もう出ないという感じになるので、少し条件が厳しく評価は低いという感じです。はい、で銀スクリーンについて後から見ていくんですけども、他にもスキル面はこのようなものがあります。ヤマニンゼファーのイベント、そこが輝く時というのが、ランダムで出るんですけども、その時に春馬娘、夏馬娘、秋馬娘、冬馬娘が取ることができます。でここは結構特徴的で、まあ、適したね、ミドルスキルが来れば、かなりね有効なイベントだと思ってます。でこのイベントなんですけども、発生時、まあ、ランダムで発生してその時の季節の、ミドルスキルがもらえるという感じです。まあ、なので本育成していくと、その時のねチャンメに合わせて、まあランダムではあるんですけども、例えば普通に有効な緑が取れるチャンスがあるっていう風に考えると、まあ普通に強い評価です。で特に取りにくい、春馬娘とかね、冬とか、まあ取ればねかなり熱いかなという風に個人的には思ってます。はい、であとはイベント周りですが、負けん気のヒントもあります。これもランダムですが、負けん気は取れた場合は結構重要視していて、負けん気結構早めに出たりするスキルなんですけども、中盤の速度で、出やすいというところで評価高いです。であとはこういうイベントで取れるスキル、イベント周りなんですけども、ウマ娘の評価をしていくにおいて大事なところ、勝負服イベント、これ結構もう最近になってはめちゃくちゃ重要だと思ってます。でそれが愛嬌丸です。ここが評価高いところです。でこれ例えばクリオグリとか育成しててもクリオグリの、ね、勝負服イベントも愛嬌丸なんですけども、グラライでそのイベントが愛嬌かどうかは結構重要で、まあ、切れ物の、ね、勝負服イベントも悪くはないというかいいんですけども、出ればいいんですけども、結構愛嬌は、ね、かなりつきやすい勝負服イベントになっているので、その点の評価という意味で、ここ地味なところなんですけども、ウマ娘の評価で大事だと思ってます。はい、で金スキル風雲の風見ていきます。ここについては条件のおさらいです。でこれがですね、終盤目前というのがまずあります。で終盤目前がレースの走った距離の、まあ、60% 以降です。後半からちょっと過ぎたところ、その位置で、まあ、2番手以降で、この条件はほぼ、まあ、無視していただいてもいいんですけども、2位以下で、でここが大事なんですけども、先頭から2馬身以内っていうところですね。でこれがですね、まあ、一応表記的には先頭から5メートル以内なんですけども、この点がかなり、厳しい条件になっているかなというふうに思います。まあ、つまり簡単に言うと、この金スキルは中盤の時点で、先頭から5メートル以内にいないと出ないという感じになっていて、まあ、さっきも言ったんですけども、その強い逃げがいたりすると出ないっていうになっちゃうんで、そうするとですね、金スキル1個のスキルポイント300何本を使っていくには少しコスパが悪いかなというふうに思ってます。で風雲の志自体は出せれば強いです。出せたら強いスキルで、速度2500の4秒遅くのスキルなので、まあ例えば言うなれば、先行の強行策みたいな風にも言えるんですけども、ただし条件が厳しいという風になっているということです。はい、で次、重要な固有スキルいきます。はい、でまず固有スキルの条件効果おさらいなんですけども、このようになっております。まずレース前半で控えというね、ちょっとなんかメモリが多分やばい、PC のメモリがやばくて今ちょっと画面乱れましたが、レース前半で控えという条件、これは2位以下であることです。でずっと維持するという必要があるので、途中で1位になってはいけないということです。でこれに関しては、まあ逃げいれば大丈夫かなとか、そういうふうに思ったりするという感じで、まあ1位になったらダメですっていうことです。で重要なところなんですけども、このあと、最終コーナーのところで、後半で全員は娘の距離の 50% 以内にいることです。なので半分より上のその、長さの、ね、距離の、前半にいれば大丈夫です。
で、あとは2位になった時が効果が上がるっていう風になって、2位だった場合は最大の効果を引き出せるという感じです。で、おさらいするとこの最終コーナー後半、まあ、っていうのは待機シャトルと同じ位置です。まずね、あとは前の方にいればまず2位以外の時の効果が出て、2位だったら最大値が出るという感じです。はい。で、効果的には2位だとこのようになっていて、加速2000の8秒というね、そういうスキルになってます。で、2位じゃないときは加速1000の8秒で発動するというところです。ここがですね、ちょっと評価難しいところで、加速スキル普通のね固有だった場合は4000の加速があって、秒数がその分ね8秒より短いというね感じになっています。はい。で、これなんですけども、まず、まあ、スペックのおさらいということで言っていくと、継承の話していきます。まず継承でどうなのっていうところを片付けて、その後強い差を言っていきたいんですけども、継承の場合はこのようになります。2位だと700の 4.8 秒、500の 4.8 秒、2位以外だとこういうふうになっています。で、ここは参考としてつぼみですね。つぼみは継承の場合ですけども、加速2000の 2.4 秒というふうになっていて、まあ、こう比べていくと、そのね、まあ、2位以外に出したとき500の加速しかないのかってなるので、まずここで整理しておきたいのは、まあ、継承だとまあそこまで微妙ということです。はい。で、次、本体で使うところの話ちょっとしていきたいです。で、まず本体で使う場合ですが、まず私的な評価なんですけども、一応まずね、秒数が長い分まあまあ強いっていう感じです。なんで今回この固有スキルがめちゃくちゃ鬼のようなスキル、人権スキルかっていうと難しいんですけども、まあ、普通に戦い上において使えると思ってます。で、そこがね、その2000の加速や1000の加速だからっていうね、判断がむずいところなので、ちょっと話聞いてってください。はい。で、まずですね、加速スキル、特に先行のものというのはつぼみが一番強いです。それは間違いないです。ちょっと、まず馬娘の方で見ますけども、つぼみはまあ最速発動という位置的には出る位置が最速で出ます。終盤最速で出せる。なので、まあ、ここは間違いない強いところです。で、今回この風光るは比較されるのは待機シャトルと花嫁ファインになってきます。はい。で、待機シャトルの場合なんですけども、今回のチャンミ、まあ、前回チャンミ終わったところなんですけども、待機シャトルの前はビクトリーショット、これは最速破速ではなく、ちょっと前に出て残った秒数が有効になるよというね感じでした。で、これにつぼみを詰めるんで待機シャトルは強いという感じだったんですけども、全部が有効になるわけじゃないということで、待機シャトルともまずね比較になります。はい。で、もう一つの比較がですね、嫁ファインですね。花嫁ファインはこの固有スキル、ベストデイエバー、これはですね、速度と加速部分があるんですけども、今回のマイルのチャンミで使った場合は加速1000あるんですけども、その部分だけを使っていたという感じです。なので、そう考えていくと、例えばですね、まあ、どの馬娘にもプラスつぼめを積むということを考えると、そこの2人、待機シャトル、ファインモーションと戦っていくときどうなのかということが重要です。で、そうなるとですね、待機シャトルも全部の生かすわけじゃないので、後でね、ちょっとグラフで見せますけども、まあ、そこと比べては結構普通に、やれるんじゃないかということです。まあ、一応待機シャトルの方がちょっと強いとは思うんですけども、そういう感じで、特に嫁ファインと比べると、まあ、固有だけで言うと嫁ファイン1000なので、例えば2位じゃなくて出したとしてもベストデイエバーと同じ、まずね効果値があって、長さは、長いっていう感じになるので、まあいいんじゃないかなとは思ってます。はい。なんで、まあ一応もう嫁ファインとの比較整理すると、嫁ファインはつばぜり合いがあります。まあ、その分は上かなっていうふうにはなるんですけども、まあこちらの ゼファーにもね、真っ向勝負を積んでいくとあんまり差がないなというね感じも見えます。だから結構似ていて、マイルコーナーあるよとかね、ギアチェンジャーあるよとかね、そういう感じで非常に、この2人とは似てます。ちなみにこれね、待機シャトルもギアチェンジャーあるんで、ギアチェンジは全部あるっていうところです。はい。で、そこでちょっとここ分かりにくかったかもしれないんで、コース図も見ます。特にですね、今回この固有は秒数が長いというところが特徴的なので、短距離チャンミでの話っていうのも出てくるので、ちょっとコース図見ながら解説していきます。はい。で、まず出る位置なんですけども、おさらいですが、待機シャトルと同じ場所で出ます。で、阪神マイルの場合ね、今回の場合この終盤の加速していきたいところよりちょっと前に出ます。
で待機シャトルの場合はそこからここね進んだ後に、有効部分がこうねなっていくっていう感じだったんですけども、風光るも同じでここから、起き発動しといてそこから加速していくという感じです。なんでまあ一応有効かなという感じ、今回もしいたらねそういう感じになってます。はい、で京都マイルだとこんな感じです。京都マイルだと、まあ終盤超えてからなんですけども、まあ、結構早めに出るんでまあまあ有効かなという感じで戦えるかなという感じです。であとは東京ダート2000ですね。今回まあダートもいける、まあ、娘ゼファーになってくるんで、東京ダートでも置き加速になるので、結構いい位置です。戦えるコースの一つだと思います。はい、であとは中山短距離1200、これはスプリンターズステークスですね。スプリンターズステークスはこの位置で出るんで、スプリンターズステークスだとやっぱね待機シャトルも強いですし、この風光るもベストな位置で発動するという感じです。はい、であとはですね解説したいポイント、高松の宮記念ですね。まず出る場所見てほしいんですけども、ここら辺で出ます。なので待機シャトルだとこれは秒数がなくてね、無理なんですけども、そこがですねゼファーの場合はちょっと有効になるっていうところ、ここがちょっと特徴があります。はい、それをコース図で見るとこんな感じです。まず、ここにね線を足すとですね、中京1200の加速していく終盤は直線入った瞬間です。最終コーナー終わった瞬間です。まあ、ここがちょっとかぶっていて、まず言っときたいのがファルコがね、中盤の直線っていうね発動なんですけども、もしこの最初で出していなかった場合、温存してファルココイルここから出て、最速加速になるから強いよねっていうのはね、昔その特殊なファルコのね話でありました。そういう直線入った瞬間に出るっていうところで、ゼファーの固有は、例えばここら辺で出るっていう感じになって、そっから8秒以上あるので、そこでこのね加速スキルっていうのの持続がこう続いていって、有効になるという感じです。でちなみに、この短距離で強いかもって言ってるのは、短距離は加速区間長いです。結構もうね、短いグレースっていうのは加速の占める割合が増えてくるので、その分長さもあるこのヤマニゼファーの保有っていうのは置き加速としては少し使えるんじゃないかなと思っているということです。はい、であとはですねこの高松の宮来た時なんですけども、中盤が直線なので暗隙は使えません。まあ、発動自体がしません。でつぼみは強いです。つぼみは、終盤以降になってくるんで、つぼみめちゃくちゃ、強い、最速発動もできるっていう感じです。であとは直線なので団長キングとかね、直線一騎とかそういうところも、強くなっていて、まあ、次高松の宮来た時のメタっていうのが、まあ、後ろも出てくる、そしてまあゼファーも大きい加速で少しだけ戦えるかなというね、ところになります。はい、であとはどのコースで強いのっていうところで解説したいのが、2000m ですね。これちょっと高松の記念じゃないです、秋天ですね。秋の天皇賞来た場合はちょっと遅いかなという感じです。これはまあ出る場所の確認で強いコースという意味ではないです。ちょっと勘違いしないでほしいのは、これは終盤を超えてからちょっとしてから出ます。でそうなってくると中距離だと、まあ、加速のスキル遅く出る場合はちょっとあまり効果が低いかなという感じでなってくるので、中距離、まあ、一応2000だと使えるかなっていう考察をするんですけども、まあ、やっぱり中距離はちょっと厳しいかなということです。なので、まあ、今言ったマイル以下のコース、そこでは一応まずね加速として有効にはなるというね、ところです。はい、なんで一応普通に戦える性能をしてると思います。で、ライブラハイの前にねこのゼファーがいたら普通に、こういう自分のこういうプラス、つぼみ、継承してさらに 直角を積んでね、そんで山にゼファー出すと普通に戦えて、あと真っ向勝負積むというね感じになっていたと思います。であとタレヤマとかねそういうところですけども、そこで、戦えてきたと思ってます。なんですけどちょっとねライブラハイ終わった後に来てるのが、まあ、このね馬娘のガチャの、七不思議の一つなんですけども、そこであればねちょっと山にゼファーが強いのか弱いのかめちゃくちゃはっきりしたんですけども、まあそんな感じです。はい、であとはですね今言った待機シャトルとの比較というところですね。こういうの発動位置まず待機シャトルと同じです。で今回チャーミーで考えると、まあ、待機シャトルも少し有効になる部分があって、まあ、一応加速スキルというのは、最初の方にねその効果値が高くねドカンと加速した方が強いっていうのがあって、まあ、一応待機と比べたら待機の方が少し上かなと個人的には思ってます。
でこれまあ簡単にまず文字で言うと加速スキルっていうのは、まあ、アクセルの踏み方みたいな感じに、まあ、イメージ思ってもらってもいいんですけども、やっぱりそのアクセルをガンと踏んだ方が最初に加速した分ね、スタートダッシュ切れるんで強いという意味です。はい、で一応グラフで見ます。グラフで見るとこの VT グラフっていうのがあって、スタートして進んでいきます。そして終盤を迎えて加速していきますよということです。で、この、今から書くのがこれ速度です。そして加速スキルないときは、普通にこういう風に加速していってっていうね感じです。で加速スキルあるとどうなるかというと、まず、つぼみの場合だと一気にこう加速して、その後、速度が戻って、このようになっていくという感じです。この面積分が、つぼみの強さっていう感じなんですけども、ここでですね、今回のこういうは加速が、まあ、例えば2000で出した場合、こういう風になりますよねっていうのがこうなります。で、まあ、こういう風になっていくんで、一応ですねこの面積の分の差が出るので、つぼみの方が強いということを言っています。ちょっとグラフの線が微妙だったんで書き直します。はい、でこういう風になっていくんですけども、今回ですねちょっとこれ勘違いしないでほしいのが、つぼみが最速発動したらまあ強いのは当たり前です。で他にですね今回、言ってるのは待機シャトルがいて、待機シャトルの場合は、ここら辺から発動してね、で、ここら辺だと加速まだしてないので、有効になってなくて、待機シャトル本体分としてはこういう風にちょっと有効になってこういう風に進んでいくという感じです。はい、なのでまあこのね、長い分の固有で、強化値低いんですけども、待機シャトルと比べると結構ね、まあ、厳密にグラフ書くと変わってくると思うんですけども、まあ春ぐらいかなというふうに思っているというのが1個あります。もちろん一応ね補足ですけども、今回のゼファーの固有もここから出ていって、大きい加速になってて、ここから横になっていくというね意味のグラフです。はい、ということでねちょっとグラフ分かりにくかったかもしれないんですけども、文字で言うとこんな感じです。まあ、一応待機シャトルと比べるとその、高価値のね、4000の部分を持っている待機シャトルの方がちょっと上かなとは思ってます。なんですけども一応思い出してほしいのは、今回、さっきのグラフを見てね、じゃあ最速加速の西野フラワーが一番強いでしょって言っても、西野フラワーがそんなに圧倒的だったかをちょっと思い出してほしいです。西野フラワーはじゃああのグラフで言ったら一番最強なんですよ。なんですけど西野フラワーが実際勝ったかというと、結構まあ勝った人もいると思うんですけども、西野めっちゃ勝率高かったよってなる人もいるんですけども、結構その、他の馬でも強かったりして、夏待機シャトルとかね、嫁ファインが勝ったりともあったと思いますし、ノーマル待機も強いとかそういう風になってきたんで、発動のその順位条件のね緩さっていうのも私はゼファーを評価しているということです。で最初に嫁ファインの話をして、嫁ファインは加速線なんですけども、嫁ファインは加速線プラス直角行とかいろいろでね買っていくっていう、でつばぜり一応あるんですけども、そういう感じなので、ゼファー今回もしいたらって話ね、例えば緩くそのね、緩い順位で線を加速線で出します、2で出さなくてもね、でプラス直角行とか、他のね加速まあ好勝負とかを入れていったら、普通にまあ、たまに勝つから、ティアは別に下じゃないよねみたいなね、そういうイメージということです。はい、ということでですね、まとめていきます。でまとめの前にですねもう一個あったんですけども、電光石火が強いんでね、今後その短距離来た時、高松の宮来た時どうなるかとかね、考えるとですね、後ろ客室も出てくるかなと思って、もしヤマニンゼファーがあんまりやっぱ微妙だなってなる場合も、後ろが強くて微妙になるとかね、そういう風になるかなとは思います。であとは西野フラワーもね注目集まるんで、ちょっと次短距離チャンミがあったら、まあ面白い構成になってくるかなというふうに思っていて、あとはノーマルオグリが出てくるとかね、そういう感じになってくると思います。はい、ということでちょっと長くならないようにまとめていきます。ヤマニンゼファーガチャの性能のまとめとしてはこんな感じです。まあ、まずは一応本体加速なんで、結局ねその賛否両論あると思うんですけども、私が思うには、まあ、普通に戦える性能はしていると思います。一応本体加速分を生かしてさらにつぼみを積んでっていうことになってくると、待機シャトルの比較になって、そこを比較すると、まあ大き加速としてのコースによっては、ヤマニンゼファーの方が、高松宮だとねいいとかね、そういうのがあるということです。
でコンちゃん見にいればよかったって話をさっきしていて、まあ、今後はですね短距離とかのルームマッチでもねヤマニンゼファーに会って、ちょっと強いのもいるかもなとか、そういう風になるという風に予想してます。まあ、あくまでですね今回の動画は、ヤマニンゼファーの最初の方の評価なので、まああくまで参考にしてみてください。私的には結構いけると思うんですけども、まあ結構賛否両論なので、全然そのねヤマニンゼファーはやっぱそんなに強くないよねって思う方の意見もまあわかります。なんで、まあ、そこはね自らの判断っていうところでやってみてください。であとはですね推しならまあ一応ね普通に勝たせてあげるとか全然できたりすると思うので、まあガチャの評価としては悪くないということです。はい、であとはですね最後にですがでかいというのがあるんで、まあこういうところではあると思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。のっちん TV でした。まあこの動画を参考にゼファーを引いてみてもいいと思いますし、まあちょっとですねいろいろまた、パカライブ TV とかあるんでね、そういうところを見てもいいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。他にも動画上げてるのでよければ見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またな。バイバイ。